ことです。影響隊ワンピー側がゴランさんのテスター、対戦相手が強キャラ中さんのクリフうっかり言いそうで怖いんだよな。まあいいや。さあ1ラウンド目、さあクリフちょっと前までまたなんか見なかったかなと思いきやまた現れましたね。低空ダッシュから投げる、拾って、これが対空になる。ダメージはそんなにないみたいだが、ゲージのたまりがすごい。ぐるぐる回って中段ガード、タッチパンジャンキャン効きます。足払い、一本選手は強キャラ中のクリフ。2ラウンド目、低空ダッシュ、これが速い。ここ浮いてダウンさせて画面端、方向いいダメージ、持続が長いので辻技がつながってしまいます。ここで締めて方向中段ガード、ここバカモン、持続が長い、中段 KPKP、 そしてこの技が強い。勝ったのは強キャラ中、何恥じないね。じゃあそのままスライドでいきましょうか。いやーダメだね。あ、だからそこ行くよ。A 番内で投げさんのファーストとコンソメさんのパチョンキン行きましょう。なんだ DIA さん。B 番台で FAB さんのポチャマキンとシゾンさんのバイケン、手を挙げてください。シゾンさんいますか。いますね。 FAB さん後ろにおりますのでじゃんけんお願いいたします。やばいですね。なんかテスト残り時間とか言うと何なんだろうなこれね。いつまでテストなんだ。さあ A 番内は、1P 側がコンソメさんのポチョキン、 2P 側投げさんのファーストです。さあ厳しい組み合わせと思われるが、こう近づいた時になんとかワンチャンスをものにして仕留めていきたいポチョキン側、近づけさせず自分から触って崩していきたいのがファースト。そして落ちているのはちくわだが、ここは拾わず画面8。さあヒート、ドリルを潰してしっかりガード、あー痛すぎる。スライドヘッドが出ないか、刺して戻して中央でいいのかな、いいんですね。へえ、違い、エンウエスを潰してゴーイングマイウェイ、一本選手は投げファースト。さあシングル戦はね、やはり1回負けたら終わりというこの緊張感がねたまらないですね。鉄アリガード、あーコインはちょっと跳ねるんですね。そしてタライということで結構厳しい。ジョニーもねステップしかないんで結構厳しいけど、こっち向き歩くしかないですからね。ポンと炎のオイスはコンボ難しそうですからね。さあここは空襲ダッシュうまくつないで HP エース、とりあえずここで止めて状況有利。チョコレートが出ている間になんとかしたいが、スライドヘッドに出したい、見てから壮大なものを投げたら美味しいアイテム、おお早く見えるんですけど、割とゆったりした空中ダッシュからの攻めを見せて勝ったのは投げファースト。じゃあ、A 番台いきます。生産のポチョムキンとコケシアバ、呼ばれちゃったよ。 B 番台は勝ったのはおしゃさんですね。おしゃさん勝利。コケシコケシさん早くしてください。コケシさん A 番台でお願いします。で
B バンダイフィーノさんのベノムとハギアラレモンさんのテスタメント。フィーノさんとハギアラレモンさんおりますか。お、レモンさんおります。フィーノさんいますね。じゃあじゃんけんをして場所決めしてください。さあ出てきましたな、こけしアバ対水産のパチパキン。え、これ椿なのこれ。椿要素がどこにあるのかわからないんですが、多分あの来、あ、新作椿ね、来週発表のね、ブレイブルー、クロースなんちゃらファンタズマだか感じのお願いしますね。インフィニットジャスティスとか、ジャスティスガンダムだかよくわかんないですけど、そういう系のシード的なね、あ、全然棒でもなんでもないですけど、完全に行っちゃったんですけど、そう、仕方ないですね、正義なんで。さあ2杯から、おっとここは行った、引いてる、当たっている。じゃあ今回ね、いろんなキャラがダウンを奪う、要素が増えて、ちょっとアバーはきつそうなのかなと思ったんですけども、二重結合、あー、なるほどなるほどね、二重結合、そういうこと。頑張って二重結合しましたみたいな、いい結合でした。さあ一本選手はこけしアバ、抹消含別ロマキャン結合、結合で 50% でとりあえず二重結合です。まあ確かに 50% 入って、うん、いいんじゃないと思う、と思います多分。アバ使いの人はね、ぜひ参考にしてみてくださいという感じですね。バックステからワンダウン。さあ画面端に追い込む形、青キャン今回はねタイミングが少し遅いです。さあここはこの試合は諦めない、体力回復バトン。さあ前回はこれから地獄でしたが、ジャンハイがかぶさって結合から落ち目、見えんねえ、めくってる。しかしキンバスはカウントヒット、これはダウンしている。ネットアングルで安全に回避、着地を投げたのはこけし。2杯からさあ育てデートアングル画面端、おーマイピー無理やりねじ込み、走ってケツから結合、そして立ち系重ねる、立ち系から、あーっとこちらすが出ない、出ないがどうする、あージャンプ S、 お互いにカウンターヒットの体力が残っていなかったのはシャキン、勝ったのはこけしアバです。はい、じゃあ A 番台、いきます。エンさんのスレイヤーと AGF さんのアンジー、 A 番台でお願いいたします。はいよ、あと2試合大丈夫かな。じゃあ最後の試合も A 番台でやりますかね、枠取る間にちょっとニート邪魔見えないです。ソラコムさんのジャスティスとジンレンさん、ジンレンさんのアクセルは、次 A 番内で行いますので、こちらの方でお待ちください。ではどうぞ、 A 番内は AJF さんのアンジとエンさんのスレイヤーです。まあ多分大丈夫かもしれない。さあいきましょう。さあタッチ系とまずはアンダープレッシャーカウントヒットから2敗から足払いへ、2敗足払いってね、つなぎがねちょっとおしゃれですね。おー、これはマイハイパイルから金融戦エース、へえ、一本選手エンスレイヤー B 番台勝ったのどっち。さあタッチピーで返して、勝った人はなるべく言いに来てください、お願いします。2杯からの細切り、マイピーヒットから 2S ジャン、おっと懐かしいコンボからのタッチピー返す、ジェフランジ苦しい展開、足場封じを潰してジャンケーチョッカ立ち合いドーンから殺しきれ、勝ったのはエンスレイヤー。じゃあ最後の1回戦 A 番台で行いまして、負けトーナメントの方も後で進めていきますので、こちら来てください。ソラコムさんのジャスティスとジンレンさんのアクセル、 A 番台お願いいたします。じゃあ B 番台はね、負けトーナメントいきましょう。フランコさんのバイケンとコンソメさんのポジョキン、お願いいたします。
あ、B1 代です。フアンコさん、あ、いますね。じゃあ、じゃんけんしてください。じゃあ、最後の1回戦はジャスティスとアクセルで締めくくりとなります。ジャスティス対アクセル。ジャスティス大会来るたびに割と厳しそうなね、キャラと戦ってる印象ですが、逆に大会ということで、アクセル側もこれは負けてはいられないというね、焦りなどが出てくるかもしれませんので、そこら辺をうまくついていくのも大会のね、醍醐味となっております。だけどなんかハメンチも意外と頑張ればいけるみたいなことを言っておりましたので、ジャスティスも対策も、対策次第では全然戦えるよと、あのハメンチが言っていたので間違いないと思います。さあ、ここ返して、エース。さあ、飛ばしていく。青キャンからジャンハイ。うまいですね。カウンターヒット。青キャンからニエス。前行け、ニエス。ジャンディ、FB ボンバー。空中ダッシュ。ジャンディボンバーからニエス。そして、気まずい展開。2K からラッショー戦が。3P がヒットして。サイポン選手はジュニアアクセル。さあ無理やり上から行くが、これは痛い。前ハイ、しかし痛い、しまい至らず、エンス、ミカエルソードで返していくが、飛んでいるところをニエス引っ掛けられて、ジャンディレンスチャーの国撃。さあ逃がさず捕まえたい。まずはボムを出して空中に逃げたところを捕まえる着地。下段者にジャンピーから投げを決めて、ジャンハイ、エンエスから球を出して前進したところを取れていく。そして今回ガードポイント早い。青木の失敗、しかし連戦結果確定戦はせずにしないでって予想しますからね。大変でしたね。さあ最終ラウンド、おっとこれはいいポイントを見つけてしまった。連戦先端の位置、飛んだところをしっかり落としてジャンディボンバー。あー厳しい。この受け身狩りが非常に厳しいが、しっかりここは耐え切って端に追い詰めていきたいジャスティス。2球を重ねるが金バスを返されて見返そう。どう上から来てタッチ系ニュース、前系ニュース攻める前ハイローマキャンバース読んで勝ったのは人類さんのアクセルです。次枠いきます。じゃあ A 番台呼び出し系します。ラークさんのメイト、ペケテンさんのスレイヤーはじゃんけんをしてお待ちください。2って書いてね。あ、その2はね、めんどくさいから2でいいよ。